こんにちは、ウキウキルンルンです。今日はクックパッドで人気検索1位をいただいたタコとワカメの酢の物をご紹介します。超簡単でね、すぐできるのでぜひ作ってみてくださいね。それでは作っていきましょう。この両端を切り落とします。でピーラーでね、3箇所ぐらい皮を剥きます。切ったらボウルに入れます。軽く塩を振ります。しばらく置いておきます。次はタコを切っていきます。でここをね、足を切り離して、で食べやすく薄切りにしていきます。なってるところはもうね、取っちゃってね。耐熱容器を用意してくださいね。乾燥わかめ大さじ1杯を入れます。熱湯を注ぎます。でお湯で戻しておきます。でお水でさっとね、冷ましてね、水気を切っておいてください。冷ましてる間に美味しいタレを作っていきます。酢大さじ2杯を入れます。お醤油小さじ2杯を入れます。お砂糖小さじ2杯を入れます。このお砂糖は天才糖を使っています。天才糖はオリゴ糖でできていて、腸の善玉菌を増やしてくれるのでとてもおすすめですよ。でしっかり混ぜます。先ほど塩で振っておいたきゅうりです。こちらを絞ってボウルに入れていきます。タコを入れます。先ほど冷ましておいたわかめを入れます。調味液を入れます。加える前にね、もう一度混ぜてから入れてください。よく混ぜます。完成です。それでは材料をご紹介します。きゅうり1本、タコ 250g、 乾燥わかめ大さじ1杯、調味料として酢大さじ2杯、醤油小さじ2杯、砂糖小さじ2杯、すりごま大さじ1杯です。すごく簡単だったでしょ？ねえ、しかもね、美味しいんですよ。自分で言ってておかしいですね。お酒のおつまみにもね、本当にね、合うんですよね。ちょっとね、かやわれなんかあったらね、こうやって乗せると可愛いですよ。